皆さんこんにちは。松阪市役所の松林亮太郎です。この動画では松阪市職員の募集についてご紹介します。本来この職員募集が始まる際には例年応募を考えている方向けに採用説明会を開催し、市役所の業務内容や採用試験について、また先輩職員との交流会も開いて様々に説明してきました。ですが昨今の新型コロナの影響でその説明会の開催が大変難しいということで、今松阪市職員募集への応募を少しでも考えている方必見の内容をお伝えします。先輩職員のリアルな声もお届けします。最後までぜひご覧ください。それでは本編に行ってみましょう。市役所の仕事って、松阪市の職員といっても様々な職種があります。まずは事務職、住民票や戸籍謄本など市民の皆さんが必要な証明書を発行したり、婚姻届や出生届など大切な届出を受け取る窓口や税金の管理をする部署、またいつ来るかわからない巨大地震に備えて防災対策を行う部署、他にも僕みたいに広報活動を行う職員など超多分野に広がります。建物もここ殿町にある本庁舎だけでなく、隣の市民病院や振興局、支所など広い地域全体に広がります。次に技術職、技術といっても土木職、建築職、電気職など専門的な分野に分かれます。あとは幼稚園教諭、保育士職、保健師職、労務士職などなど、現在の松阪市の職員は全体でおよそ1400人。みんな全然違う仕事をしていますが、変わらないことが一つ、どの仕事も松阪市民のため、松阪市のための仕事ということです。以上、市役所の仕事って、詳しくは松阪市ホームページを確認してくださいね。かなりざくっと説明しています。ではサクサクいきましょう。次、皆さんがかなり気になるところかな、松阪市の職員採用試験について。松阪市職員になるためには職員採用試験を受験し合格する必要があります。松阪市では例年前期と後期の年2回、職員採用試験を実施しています。ただ職種によっては前期だけとか後期だけとか、試験実施の有無が異なるのでご注意を。試験の申し込みはウェブで、松阪市のホームページから申し込みいただく形になります。申し込みいただけるのは前期試験が19歳から35歳の方、後期試験が18歳から35歳の方です。では肝心の試験の内容について、これも職種によって違う部分がありますが、一般の事務職であれば試験は大きく一次試験と二次試験に分かれます。一次試験は基礎能力試験、憲法や民法、行政法といった法律系科目、またその他経済系科目、行政系科目などの専門試験はありません。この一次試験ですが、少し前までは松阪市内の試験会場で皆さん一緒に受けていただいていました。ですが昨今の新型コロナの影響で今はテストセンターで受けていただきます。テストセンターは全国各地にあります。受験期間内に都合のいい会場で受験してください。そしてその一次試験を通過した方は二次試験、面接につながっていきます。一次試験、二次試験、採用までのスケジュールはこんな感じ。これも大体の説明になっています。詳しくは松阪市ホームページに掲載しています。しっかり確認してくださいね。あ、ごめんなさい、大事なこと一つ抜けていました。今回の松阪市職員の募集、何人を採用する予定なのか、それがこちら。ではでは、ここまでが松阪市の職員採用試験についての説明でした。次は現役職員、皆さんが入所されたら先輩にあたる職員からリアルな声をお届けします。さて、冒頭にも説明しましたが、この職員募集に際していつもは松阪市職員採用説明会っていうのを開いて応募者の皆さんに今回の番組の内容を説明していたんです。ですがこれも新型コロナの影響で開催が難しくなったわけです。そしてこの説明会で参加者の皆さんにご好評いただいていたのが先輩職員との交流会。今松阪市役所で働く若手職員との交流会では、市役所の業務内容や雰囲気、苦労することなんかを
座談会形式でお話ししていました。生の声、リアルな声を聞くことができ、とても参考になったと好評いただいていたわけです。なので、今回の番組でも、なんとか現場の声、先輩職員の声を皆さんにお届けしたいと思い、数名の職員に突撃してきました。それではインタビューです。どうぞ。まずは事務職、地域づくり連携課、松田玲子さんです。普段の業務でやりがいを感じるのはどんな時ですか？そうですね、電話や、ま、地域の方々と話す中で、ま、質問等を受けることがあるんですが、それに対して答えた時に、ま、ありがとうと言ってもらったり、分かりやすかったですと言ってもらったことが嬉しかったですね。日頃上司の方や先輩の姿を見て順序立てて話したりということを心がけているので、そういうことが実を結んでいるということにとてもやりがいを感じます。県外の大学に進学したことで、周りの友達からどんな地域に住んでたかとかっていう話をする機会が多かったのですが、その中で松阪市ってこういうところっていうことをあまり答えられなかった記憶があって、それで自分って全然松阪市のことを知らないんだなっていうふうに気づきました。そしたら松阪市に戻ってきて実際に働いてどういうところかっていうところを学んでいこうと思いました。でもともと誰かの支えになるような仕事をしたいと思っていたので、市の職員を目指そうと思いました。次に技術・土木職、北部農林水産事務所、八田敦也さんです。普段の業務でやりがいを感じるのはどんな時ですか？はい、排水機の維持管理をしていく中で、大雨の時や台風の時など水路がやっぱり洪水で溢れてしまったりする恐れがある時に、排水機場を回して水を吐かせることによって、大雨などや台風が終わった時にどこの地域も洪水などがなく何も被害がなかったっていうところで、まあ、地元を守れてるっていうところにやりがいを感じております。入所前の市役所のイメージにギャップはありますか？はい、入庁前とギャップは特に感じておりません。入庁する前から松阪市のために、自分が育ってきた地域のために何かができたらなと思い入庁させていただきました。やっぱり業務していく中で難しいこととかも出てくるんですけども、そこも含めて松阪市のために何かができているっていう実感はございますので、ギャップを特には感じておりません。次は事務職、資産税課で働く吉田敦さんです。普段の業務でどんな時にやりがいを感じますか？はい、市民の方からのお問い合わせを受けた時ですけども、その問題点とか疑問点を無事に解決できた時です。固定資産税は非常に専門的な難しい知識が必要ですので、きちんとご説明をして、ご納得いただき、お礼の言葉をいただけた時など、やりがいをとても感じます。吉田さん、お子さんが見えるんですよね。仕事と子育て両立できていますか？松阪市役所では有給が日にち単位ではなく時間単位で使えるというところがすごく、とてもいいと思います。子どもが急な熱を出してしまった時など時間単位で取得できるのでとても助かっています。また、市長が育没宣言をしていることもあり、松阪市の職員の子育てに参加するという環境はとてもいいと思います。最近で言いますと、自分の同期の男性職員もですね、育児休業を取得するなど、そういった実績もあります。自分も見習ってプライベートと仕事きっちりとどちらも頑張っていきたいと思います。次は技術職、林業振興課、橋爪優馬さんです。どんな時にやりがいを感じますか？はい、現在の業務として利用しやすいように整備した林道や災害復旧を実施した林道が、実際に林業に携わる方々に利用され、森林整備や木材の搬出等が行われているのを見る機会があります。そのような時に少しではありますが、私自身が松阪市の林業に貢献できているのかなと実感が湧き、そこにやりがいを感じています。部署の移動はやっぱり大変でしたか？はい、松阪市に入っての1年目では土木課に配属されました。そして5年目に林業振興課への移動となりました。今まで経験してきた業務から新しい業務への変化に不
不安を感じることもありましたが、次はどんな仕事ができるのだろうかというワクワクした気持ちがありました。またいろんな職場になることで新しい知識や技術を経験することができるので、自分自身の成長につなげることができると思っています。はい、いかがでしたでしょうか。他分野に広がる市役所の業務内容、少しでもイメージできたのではないでしょうか。今回インタビューに出てきた先輩職員はもちろん、他の松阪市職員たちもみんなやりがいを強く感じながら日々業務を行っています。なぜそれほど私たちは自分たちの仕事にやりがいを強く感じられるのか。それは私たち市役所の仕事は大切な人のためのサービス業だからです。自分の大切な人のため、その大切な人の大切な人、私たちは今この町に住む大切な人の毎日を豊かにするため仕事をします。誰のために仕事をするのか、何のために仕事をするのか、それは松阪市民のため、松阪市のためです。だから責任がある、だからやりがいがあるんです。公務員は安定している、前例主義、いや全然違いますよ。今住む人、これからの松阪市を思い、求められるニーズを捉え、迅速かつ効果的に解決していく、その仕事は保守的、前例主義では絶対にできない。今松阪市の職員に求められている資質は、チャレンジ、挑戦できる、チェンジ、変革できる、クリエイト、創造できる、市民のための職員、その在り方を強く動かす大切な原動力、トリプル C が必須なんです。松阪市役所は本気で仕事をします。一緒に本気を出してくれる仲間を募集しています。この街をもっと良くしたい、この街に住む人をもっともっと笑顔にしたい、そんな皆さんの熱い熱い思いをお待ちしています。ぜひ松阪市職員募集応募してくださいね。それでは今回はこの辺で、さようなら。